レックスピンクラテ TV 始まるよ。はい、本日はなんと明日お泊りということでパッキング動画を緊急で回していきたいと思います。明日ゆずはちゃんとマリアちゃんとメイ、ピンクラテ TV メンバーでお泊まり企画があるということで、そのパッキングの様子をね、緊急で撮影していきます。初めてのね、お泊まり企画ということですごくワクワクしてるんですけど、そんなメイのパッキングの様子をご覧ください。それではどうぞ。早速紹介していきたいと思います。こちらに詰めていきます。本当はスーツケースにしようかなって思ったんですよ、楽だし。でも一泊なのでボストンバッグにしました。これは白です。カメラだとちょっとベージュに見えるんですけど、ホワイトのボストンバッグになってます。結構ね、収納が多いんですよね。こことこことここと前ポケット、おしゃれで可愛くて大容量なボストンバッグになってます。それではこの中に何を詰めていくかご紹介していきたいと思います。まずはこちらになります。何か分かりますか？これはアグマです。ランフランで買いました。巾着の色と同じグレーのパジャマです。これを着てる様子は多分隣動画にあると思うので見てくださいね。すごい可愛いの、これ。フリフリっていうか、メイの好きなデザイン、ドンピシャなやつ。次の日着る服です。中に入ってます。巾着はピンクラテの袋。これね、すごいの。手下げにもなるし、ここが絞れるから、おしゃれで可愛くて、使いやすい。こちらでーす。じゃん。これは、シャンプー、コンディショナー、乳液、化粧水、ナラの CC、ワセリンです。唇が乾燥しないように。このポーチ、何が入っているかと言いますと、こんな感じなのかは、わかんないね。ヘアオイル。これは、ルシードエルオイルトリートメント。サラサラしてて使いやすい。で、腰。これは、アングルティーザです。コンパクトで使いやすい。お薬、片頭痛持ちなので必需品です。歯ブラシ、歯磨きセット、これはフランフランのです。水色大好きなので水色にしました。フランフランの歯ブラシ可愛いんです。ダイヤモンドみたいなの。お家で使ってる歯ブラシもフランフランなんですけど、これも透明使ってます。めっちゃ可愛い。この紹介なんですけど、ここは綿棒。まず綿棒、メイク直しとかに使うやつ。ピンです。ヘアピン。寝るときは絶対に前髪を留めるので、シナモンとクロミちゃんを連れてきます。遠征とか行くときにお泊まりとか、人数がすごく多いって言われるんですけど、全部使うの。本当に本当にスーツケースにはかかわらないほど持っていこうとするんです。いつもちょっと溢れ返ってるくらい詰めちゃうんですけど、本当に全部使うから、ちょっと物の減らし方が分かんなくて、本当に全部買うから。私は物が多いのにポーチとかにどれだけ収納できるかに意地がかかってるんですよ。ちょっとしたお出かけでも荷物が多いから大変です。毎回メイクポーチです。クリミちゃんのサンキューマートかな、購入したメイクポーチで、いつも使うメイク道具がいっぱい入ってます。で、これはカニパンポーチなんですけど、カラコンが入ってます。このポーチは大好きなお友達がくれたやつです。めっちゃ愛用してるよ。リフル？メイク系は2つつなげて持ってきます。じゃん。なんでしょう。正解はメイクブラシでした。動画にもよく出てきますよね。見てる人ならわかる。お泊まり行くっていうのに持ってくるにはでかくないかって思うかもしれないんですけど、このブラシたちじゃないと私のメイクはうまくいかないので、わざわざ大きいのを持ってきます。次は、次はこちらです。ヘアアイロンたちです。
こちらはサロニアの 25mm のコテです。最近は細いので巻くのにハマってます。 32mm かなを使ってたんですけど、 25mm 買い替えました。買い替えたっていうか買い足しました。 32mm を使ったりするけど、最近は25だよっていう。こちらね、ストレートアイロンなんですけど、お家用のはいつもサロンムーンのストレートアイロン使ってます。これは持ち歩き用。前髪はねコテじゃね負けないので、ストレートアイロン持ってきます。サンキューマートです。サンキューマートはねコンパクトで小さくて便利なんですけど、ちゃんと熱が入ってめっちゃ愛用してます。これ何年くらい使ってるかな、4年くらい使ってると思う。このケースもサンキューマートです。はい、大事な2つ。これも大事。ケープです。ケープは超大事ですね。しかもね、ケープ史上最強キープの黒。前髪はこれがないと止めてしまうので、これケープを使ってます。後ろ髪はさすがにカチコチになっちゃうので黄色ケープとか使ってるんですけど、今回は荷物が多くなってしまうのでこちらだけです。どうにかしてうまく使いたいと思います。じゃーん、8割です。なんで今日2の日来るのってなると思うんですけど、知らないところのお泊りに行くから、ちょっと安心できる何かを持っていこうと思いまして、1割にしました。いつもねお部屋紹介とか見てくれてる人はわかると思うんですけど、いつもお部屋にいるんです、この子。なのでついてきます。最後かな。最後です。なんだなんだって、お菓子です。みんな大好きお菓子。明日のお泊まり企画はお菓子持ち寄りパーティーみたいな企画があるんですよ。その企画のために買ってきたお菓子です。次はつけ焼きっていうね、めっちゃ好きなおせんべいと、ホームパイ、ちっちゃい時から食べてるホームパイと、サクサクパンダ、可愛くて味もグッドで大好きなやつを買いました。持ち寄りってことでみんながね好きそうな、ちょっと無難な感じのお菓子とプラス自分が好きだよっていうお菓子をチョイスしました。でメンバー2人はね何を持ってくるのかすごくドキドキしてます。なんかメイは甘いものとしょっぱいもの、チョコと醤油って感じのとクッキーみたいなの持ってきたんで、ちょっと誰かグミとか持ってきてほしいなって気持ちですなんでそこ本当に楽しみなんです。明日の企画はそれが一番楽しみかもしれない。お菓子持ち寄り、あでもねいっぱい楽しい企画あるんでぜひ見てくださいね。全部楽しい。じゃん、はい、パッキングは終わりました。全部は入らなかったです。お菓子はちょっと頑張って入れようとすると潰れてしまうので手で持っていきたいと思います。でもね他はいい感じに入りました。パズルやってる気分でしたね。家に入ったのでこれでお泊まり楽しんできます。でもちょっと待ってね、結構重いんですこれを肩にかけて電車で移動です。前でもね楽しみなんでいっか。スーツケースの方が楽だったなって気持ちもある。可愛いボストンバッグでいけるし何より楽しみなので、 OK。 ということでこんな感じでした。今回は本当に物を最小限に抑えたつもりです。他2人のパッキング動画もあるのかな、ちょっとあると思うのでそちらもぜひチェックしてみてください。目も個人的に気になります。ちょっとゆずはちゃんのパッキング動画が気になりますね。なんかちょっと大雑把そうだからちょっと見たいかも。マリアちゃんめっちゃ丁寧に入れてそうだよね。こんな感じでした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。お泊まり楽しみに行きます。